アスコフラノンは、フンタマカビズナやユーロチウム均衡に属する一部の死脳菌が生産する抗生物質である。オルタナティブオキシダーゼを阻害し、アフリカ睡眠病や長ナ,ナ病を引き起こす、寄生性原虫ブルーストリッパの相馬に対する薬剤開発のリード化合物とされている。この化合物は、インビトロ培養細胞及び感染マウスの両方で効果がある。 シアン体制酸化酵素を強く阻害する作用を有する。哺乳類に対する作用を有していないため、副作用のないアフリカ睡眠病治療薬として期待されている。ポリケチド合成酵素によって、オルセリン酸がメバロン酸経路によって、ファルネシルにリン酸が合成され、この2者が結合するとともにオルセリン酸が収縮されて、イリシコリン A が生成する。続いて、 即マ末端の二重結合がエポキシ化された後、即座にヒドロキシ元が導入され、勘化によってテトラヒドロフラン構造が作られ、生じたアスコフラノールを酸化してアスコフラノンが得られる。1972年中外製薬の佐々木、広志らによってアスコクロリンを産生するアスカシタビシに対し、 ニトロソグは二ン処理を行い得られた変異株ナンバー34から単理され構造決定された。ただしこの時用いられた菌種は正しくはアクラモーニアムイジプシャカムであり、アスカシタビシにはアスコフラノン及びアスコクロリンの酸性能はないことが明らかとなっている。当初は血中脂質低下作用を持つことに注目され、また後に マクルファージの活性化を通じた高腫瘍活性があることが報告されていた。これらの作用は細胞の呼吸能に影響を与えることでもたらされると推測され、呼吸差の機能結合部位に作用している可能性が示されたことをきっかけに大体酸化酵素の強力な阻害剤であることが見出された。2019年4月2日には東京大学やキッコーマン、 理科学研究所をはじめとする産学共同研究グループがアクラモーニアムイジプシャカムのアスコクロリン製合成経路の遺伝子を破壊することにより 500mgL の高収率でアスコフラノンを生産させることに成功したと発表した。これによりアスコフラノンが安価大量に入手できるようになればアスコフラノンを出発点とした創薬研究が進むものと期待される。 ありがとうございます。